どうもタムヤンです。桃太郎電鉄、今日も元気にやっていきましょう。僕はエンマ社長さんの強い味方出た、ホノルルのね、続きホノルル怪獣アラマー佐久間さんが動けない。私は呪縛解き放たれました。1000億持っております。しかしそれよりも何よりも前回の最後ね、佐久間さんがゴールドカードを取りました。ゴールドカード戦争勃発です。俺もゴールよりもね、佐久間さんのゴールドカードを1年かけてでも取りに行きましょう。まず刀狩りカード買いに行こう。行くぞ。刀狩りカード売ってるのがね、カード売り場あったよね、どっかにね。牛深イブスキとかじゃない、この辺ありました、刀狩りカード。でもちょっと待てよ今カードいっぱいだから、一旦カードバンク駅に行ってからで行って刀狩りするか。いや時間かかるよな。あでも佐久間さん寝てたのか今。一回ちょっと行きましょうか。はい、目的地はもうどっちでもいいんですよ今は。カードバンクで一旦預けます。強奪飛び周遊、物件飛び周遊、大事なものから順番に行くか。ロイヤル EX で地方へ周遊、強奪飛び周遊、まあ行けるとこまで全部預けちゃおう。お全部預けれるね。あ結構カード枚数減ってたね。はい一旦預けます。で次の月に刀狩りカードを買いに行く。あゴールしたか、予期費。まあまあまあここまでは想定外、想定ない、うん、ゴールドカード戦争勃発してるからね。これエンマさん、エンマさんがもうね一人ちょっと脱落してるから。どこ、群馬県の高崎、でもそれどころじゃないんです。刀狩りカードって結構ね、近畿と九州と関東と北海道。アロハ、目的地に入った。あこれでやっと消えるのかな。はなんか疲れてる、またハワイに来てねって。ホノルル怪獣、ホノルル入れなかったね前回ね。ハワイ怪獣アロハメハ。お佐久間さんまだ動けない、 OK。 エンマさん一応カード3枚持てるようになったんだよね。でどこどこへのカードをキングボンビに持たされてるから、望み周囲も使い果たしちゃった。ああさあそしてトピックス、奄美大島1000億持ってるけど、トピックス、あー佐久間さんのチュララ水族館ついに30億になった、すごいね。でカードバンクから、どうしよっかな。リニア周遊を引き出して使うかね。で刀狩りを買いに行きます。よし、いける。刀狩り買いまくれー。3枚ほど買っちゃうか。ちょっと待ってね、売る。はい、3枚。まあ3枚以上買うとなんかずるい気がするからね
自粛します。まああとそれぐらいでいいかな。はい、飛びカードだけちょっと買っとこうかな。カードこれだけちょっと買っとこうかな。あの聖徳太子さんが周遊にしてくれるのを期待してはい、買っちゃいました。さあでこの次のターン佐久間さんに勝負仕掛けますよ。ゴール、あ、高輪ゲートウェイ行った。ロイヤル EX 買うのかな、予備も。撃って撃って飛び周遊撃ってロイヤル、やっぱり勝った。ロイヤルと望み周遊3枚。佐久間さん、お金を稼いできた秀吉呪縛されて、あ、刀狩り来た。あ、刀狩り戦争勃発だあ、もう一枚やめて、3枚じゃ足りなかったが。うわ、相手は2枚刀狩り持ってる。マジか、もう一回ゴールドカード戦争長くなりそうですねでもまあ3枚しば、あ、2人ともロイヤル買いまくってるね。幸福な王子、誰かにカード1枚あげる。おお、あれ、いや、ロイヤルか、え、 EX4 枚も持ってるじゃん、陽気比。うわー、30億また収入。いや、私はもう1年間すべてゴールドに使ってもいいと思ってるからね。これちょっとダビングする？ダビングちょっとしようか。ダビングカードでまさかの、やめとくか、ちょっと待てよ一発で決めれたらね最高なんで。刀狩り、いや、ダビングはダビングでまた買えばいいか。まずは、はい、刀狩りを2枚にしていきます。刀狩り、佐久間さんが絶好調になる前に奪わないとね。いや、もう いきなり刀狩り、ゴールドカード奪っちゃう。先にゴールドカード奪おうか。いや、ダメだな、やっぱり刀狩りを奪って、もう1枚来い。よーし、よしよし、これで刀狩りを奪う。これで買い物するまではね。あ、でもこれボンビーついちゃうな、さすがに。あ、ゴールしちゃう、これ。あ、やばい、ゴールしちゃう。うわー、参った、これボンビーついたか、忙しいのにボンビーだけは回避しないとダメだね。いや、参った。あ、佐久間さんだ、やっとラッキー。さあ、どこ次。あ、北海道小樽。うーん、移動よりも何よりも。さあ、佐久間さんがボンビーなすりつけに来るか、私のとこに。あ、来なかったね。記念戦時、何？なんで？30箇所目。あー、県庁所在地、そうですか。なんか大したカードもらえなかったからね。あ、ちょっと待てよ。え？ゴールドカード使ったの？え？ちょっと待ってよ、ゴールドカード使っちゃった？まさか2500億で使ってしまったのか。順番逆だったか。先にゴールドカード奪うべきだったか。最悪だ、佐久間さん使っちゃったか。ああ、世界ツリー買いたかったな。なんだよ、夢ついえましたね、7月。くそ、そのためだけに動いてたのにね。
そうか、じゃあもうしょうがないね。じゃあもう強奪飛び周遊カードでも使って使いますか。今どこのやつ買った？悔しいね。小倉安城、なんか高額物件っぽいのどれだろうね。小倉かな、市川ですけど。あー、ジンダニアか、違ったけど。はい、これでもちろん全部買ってきます。博多とか、博多浜松名古屋が狙ってるんだよね。そんなわけにはいかないんだよね。やっぱ乗っ取りカードの方がいいかもね。乗っ取りカードだったら自分で選べるからね。いやー、まあボンビーつかない程度にオールドカードやっぱ自分で取らないとダメか。オールドカードを奪って、ねえ、なんかもう危険を感じたんだろうね、佐久間さん。やるじゃないか。あ、ボンビー、私になすりつけて逃げようとしてるな。そうはさせんぞ。地方へカード、エンマさんカードワーク少ないのに頑張ってるね。けなげだ、小樽に向かって。私はもう佐久間さんを逃がさないぞ。988億、明智買いますよ。しょうがない、リムヤシュで佐久間さんを追いかけろ。はい、捕まえた。逃げよう。枕崎あたりに行くか。まとめ買い、全然900億あるよ。900億あるからね。あ、伊達政宗500億で買えるけど、仙台ちょっともう通常のね気持ちを切り替えて。ゴールドカードは忘れよう。残ってる都道府県リスト、岩手900億で買える。ちょっと仙台行きたいね、伊達政宗。行こうか、強奪飛びで。ちょっと待ってよ、ボンビついてるじゃん。見てなかったわ。いや、これ激しい戦いだな。桂小五郎出てきたら嬉しいけど。あ、ここにいるのね。じゃあここでなすりつけて、確かになすりつけたよね。で、上に逃げようか。あー、大きい大きいぐらい、端っこにいとけばこれなかなか来れないんじゃない。佐久間さんもこれで来づらいでしょう。あと2で150箇所、記念戦にでも150では出てこないかな。次200か300ぐらいじゃないと出てこないじゃない、独占。 VREX いっぱい持ってるから、また刀狩りでね奪ってやりたいけど、でももうどんどん買っていくもんね。ロイヤル EX は売ってるからさ、みんな持つようになるよね。さあ、もうゴールしちゃおうか、これ。私ボンビついちゃうのか。できれば北海道に飛びたいんだけどな、これ。その前に、あ、ゴールしない。よし、回ってきたね。よし、ワンチャンス回ってきた。ハッピーハロウィン。でも強奪飛びで近くに行けば一番いいよね。地方へ周遊より
攻撃あるのみ強奪飛び周遊。あ、夕張メロンでも東京確保しました。あ、深谷の渋沢栄一をまたやりたいな。これどうしようかな、リスク高いかな。今は夕張にしとくかねえ。さすがに夕張にしときましょう。深谷行きたいけど我慢ですね、ここは我慢。ゴールドカードここしかないっていうタイミングで使ったからね。佐久間さんさすがです。はい、もちろん買ってきますよ。メロンゼリー屋いいじゃん、収益高い。スキー場ゲット。で大雪になったらまた収入増えるかもよ。ゴールせず期間延長カード売ってる。あ、潜在1軍来た。潜在8軍全員北海道に集まりました。まあ全員集まってたら誰かになすりつけることできるからね。当てるのかい、望みカードやるな。さあエンマさん、そろそろゴールするでしょうね。これロイヤル持ってるから。あ、来た、ゴールした。で佐久間さんがコンビついたんじゃない、微妙な差で。潜在8グーでしょ。さあエンマさんはでもカードをね、なんとかしないと、処分しないと。シュレッダーカードかなんかを手に入れない。あ、私なの、私ボンビーか。あ、飯塚さっきあったとこだね、福岡の。九州に行ってこいか。ボンビーついてる、桂心来い。明智運用金ありがとう。しょうがない、これはなすりつけた方がいいな。佐久間さんになすりつけたけど、どこ行ったん佐久間さん。あ、今下にいたか。あ、ここにいるね。よし、佐久間さんになすりつけていこう。飛びカードで飛べないじゃないか。佐久間さんになすりつけてから逃げていこう。お、どこがいい。まあ自分とこ、あ、カード売り場、まあいらないかな。自分とこ入っとくか、タッコに。はい、いいですよ。あ、カードくれんの、飛びカードありがとう。こっちの飛行機で行くのね。また九州か。九州の物件準備しとこうか。はい、福岡から もう一度行きましょう。あ、1000億カナリアシティ。今でも1000億もないか、全然ゴールしてないもんな。あ、なんか飛んだ。結構みんなスピード感が増してきたね。熊本ハイテク工場2500億。あ、これをあれか、買ったのか。佐久間さんが2500億の 2%。 あ、通販、はい、白馬のホテル。めんどくさいからいいですお、アコーローシ、あ、佐久間さん行ってほしい。これアコーローシ来い、2500億来い、打ち入りでござる、来てほしい。
よーし、やったー。結局2500億ゲットです。これはでかい。ゴールドカードの分を取り戻しました。最高じゃないか。これで熊本ハイテク工場、あ、これで加藤清正も来るか、もしかして。いや、めちゃくちゃ嬉しいね。カード飛びカードいっとく。どんどん使っていかないとね、カードね。あ、サタに行けんの嬉しいな。じゃあサタでダビングしちゃいましょうか。ダビング買っちゃおうか。もう溢れるばかりにカードあるけど。ちょっと待ってね。で、ウルで飛びカード売っちゃいますか。もうね、買ったけど。で、買う期間延長をちょっと回してもらって、ダビングカード、まあいら、今はいらないか。期間延長1個だけ買っとこうと。はい、買っていきましょう。うそー、ちょっと待って、カード売り場もそうか、出てくるのか。黄門様ー、え、ちょっと待って、黄門様、933億、黄門様出てこない場合もあるのか。くわー、900億盗まれた。最悪だ。いやいや、パトカードはいいけど持てないんじゃない。もう最悪だ。なんだよ、どうしよう。うわ、もう最悪じゃん。刀が1個捨てようか。900億取られた。確かに今年はあのゴールドカード対策で、いや、もういろいろあるね。今年2500億手に入れたと思ったら900億失うっていう。まあでもそれでもプラスだし、いいか。前向きに行こう。参ったね。喜んでは落ち込んでという、岸和田を、あ、ボンビー来た。デストロイじゃないだろうな。ポッコン、近づかないでおこう。近づくだけで巻き込まれるからね。まあ、エンマさんに続いて陽気にやられるのか。せっかく今勝ったところの岸和田が18億、コッコンが暴れまくっております。佐久間さん、トンデン兵カード持ってる。刀狩りしてもいいんだけどな、自分のことができなくなるからね、刀狩り戦争。あの20丸ついてないから。いやー、でも900億なくなったのはちょっと寂しいな。何にも買い物できないじゃん。ゴールするかな、これ。あ、ゴールした。いやー、今年は特別な年になりましたね。正攻法で全然やってないから、なんてこった。エンマさん地道に頑張ってるね。相変わらずビリぶっ飛び周遊捨てる。丸々に池が多すぎるんだよね、まだ。さあ、どこだ。また北海道行ってこいの。九州北海道多いな。いや、これはもう決算待ちか。
2500億の 1% って25億か、収入。武蔵坊弁慶、望み周遊奪ってきた。これ以上持てない。早く私の番に回ってきて。いやー、もったいないな、これ。望み周遊捨てますか。はい。あ、回ってきた。はい、期間延長。2発使います。リニア周遊に使う。あ、間違った。ちょっと待ってー。期間延長もう1枚使いたかったのに。間違った。しかもこれ、強奪飛び。で、飛んでいきたかったのに間違ったじゃん。いや、お金持ってないから意味ないのよ、これ。あ、カードバンク駅に入れた。入っとこう。でも、カードバンク駅もいっぱいじゃないかな。刀狩りを入れときます。あとはそうだね、あとダビングもしたいんだよね。ちょっとリニア周遊を刀狩りも一個入れとくか。あとはね、これも使うでしょ、すぐ使う、すぐ使う。しまったな、これやる前にやるべきだったんだよね。順番間違った。いや、BX4 枚も持ってはるけど、ここも全てどこに行くのかな。北海道でしょ。あ、なすりつけに行ったのね。佐久間さんにポコンをなすりつけに行った。まあそれ正解だね。あ、幸福な王子、カードを誰かにあげる。エンマさん、もういらないよね。エンマさん側も。私んとこ来るなよ。あ、こっち来た、もう最悪。3人集まったここに。いやいやいや、逃げるんじゃないよ。でも全員九州にいるって不思議。目的地北海道なのに。トピックス、金のタコライスや伊藤博文のおかげ。いや、5億しかないからね、今。お金900億取られたから。石田、いや、カード今いらん。今いらんよ。はい、ね、まずダビングカードで、はい。で、パトカードを増やします。で、期間延長カードで、強奪飛びを延長します。で、いいえ。で、リニア周遊で。これね、もう一回カードバンク駅に入りたいんだけど、ちょっと待って。佐久間さんになすりつけて。あ、これどうなるんだろう。ちょっと。パトカードをね、もう一個預けたいのよね。もういいか、ちょっと待ってよ。カードバンク駅いいや。こっち行こう。逃げろ逃げろ逃げろ、逃げまくれ。黄色マスとカード売り場もね、次の銀次出るんですよね。ここ行っとこう。難波にも帰ってきました。お笑い劇場買っとこう。はい、あ、まだ決算まだか。もう決算でいいな、今年。今年苦しい戦い。900億が痛かったよ。加藤清正はまだ仲間にならないっていうことはあれだね、熊本を全部は取ってないんだ。このね、熊本ハイテク工場ゲットしたけど、まだ取ってない物件があるね。さあ、なすりつけられるか。なすりつけ合いですね。ポコンがずっとなすりつけ合いになってる。佐久間さん、お金がない。あ、違うか、ポイントか。で、エンマさんがまた、あ、4しか出なかったよ。あ、届かない。あー、でも
巻き込まれるんじゃない、これ。佐久間さんも巻き込まれるよ、これ近いから。どんどん飛んでいく、畑が飛んでいく。佐久間さんも巻き添えを食らっております。仙台の物件売られたのいいね。仙台をね、奪い、あの伊達政宗行きたいから。さあ決算前、ふうって感じだね。やっと落ち着いた感じだよ。カードもいっぱいあるし。じゃあどうしようかな。まあちょっと下道でのんびり行くか。みんな誰も来てないしね。この少ないお金で独占できるとこはないよね。ないな。先の方を進んどくか。この辺で。引きせんべいしか買えない、寂しい。あ、次元爆弾カードを持ってんな。佐久間さんに。うわ、次元爆弾カード怖い。私に渡すのかい。決算で持つの嫌だ。次元爆弾カード。ヘリポート。珍しいね、ヘリポートを使うの。あれ、なすりつけた今。ポコン連れて行ってないか。エンマさん大丈夫？連れてってないみたいですね。うわー。微妙な位置にいるから、これ次元爆弾と目的地移動同時にしないといけないから苦しくなりましたね。800億、少しずつですが収益増えております。49年目。そして1兆8000、8000億だったから、まあノルマ達成できてないね。900億マイナスがでかいけど、あれ2500億増えたはずなのにって感じですよね。うん、ゴールドカード対決、痛み分けでしょうか。でもハイテク工事をゲットしたから、私の一応勝利ですかね。高額物件はまだ出ないのかな。後半出ないと出ないのかな、高額物件リスト。あ、出ないね。はい、次回記念すべき50年目中間決算、お楽しみに。さよなら。